サイモン・フレクスナー。サイモン・フレクスナーは、アメリカの病理学者、細菌学者。ケンタッキー州、ルイビル出身。父親モーリッツ・フレクスナーは、ボヘミア・ピルゼン近郊で、貧しいが勤勉で、精力的なユダヤ教徒の行商人だった。1848年アメリカに移民。母親はエスター。4番目の子供として生まれる。 プリンストン高等研究所を創設した科学者、エイブラハム・フレクスナーは弟。ケンタッキー大学薬学部を卒業後、弟のジェイコブが経営する薬局で8年間、働いた。1891年と1892年、毒素を研究し、1900年に赤キ菌キの一種である、フレクスナー菌を発見。 1898年から1899年まで、ジョンズ・ホプキンス大学病理学教授。1899年から1903年まで、ペンシルベニア大学で、病理学教授。1903年から1935年は、ロックフェラー医学研究所所代所長。野口秀夫と共に邪毒を研究。1907年、脳脊髄膜炎の治療に効く血清を作り。 さらに1909年には、小児麻痺病原ウイルスの培養により、血清のサルへの移植に成功。大黒ネズミの解動性腫瘍は、フレクスナージョブリング腫瘍と呼ばれる。また、急性開発髄炎ウイルスを同定し、血清を開発研究するチームを率いた。ありがとうございます。